真夏の外回り真っただ中、エネルギーを充電しようと吉野家に入ると、朝いつもと変わらず大学に出かけた娘が、直子、お父さん、ガンダムの人になっていた。お父さん、フラウボン、お父さん、フラウボン、いやあのね、フラウボって何？この子は直子っていう名前があるんだよ。でね、今朝大学行く時も駅まで私一緒だったんだけれどもね、あの普通のへてーのもういたって、大学生として普通の入れたちだったんだけれども、有明でちょっとしたイベントがありまして。ほほう、レイヤーであるということを父上には隠していたのか、フラウ。ごめん、今の短い会話の中にももう分からない用語が目白が押し押ししてくる感じ。お父さん、私コスプレよ、やってんの。コスプレ？そう、今日有明でそういうコスプレのイベントがあったから、家出るときはいつもの服装で出て、その会場近くでこれに着替えて。いやいや、でもさ、コスプレってさ、あれだよね、看護師とかさ、父兄さんとか、そういう。それはおっさん、いやスケベおっさんの感覚です。ほ、お前、おい、ぶっ飛ばす、お前。お前、その娘の前で父親に対してスケベおっさんとか言うな。お父さん、僕たちはアニメファンなんです。コスプレイベントはアニメファンの祭典なんです。そして これはガンダム。お父さんの世代なら知ってるはずでしょ。いやいや、ガンダムは知ってるんだけれども、まあそんなにすごい詳しいってわけじゃないからね。坊やだからさ。坊やじゃないね、全然坊やじゃないじゃん。見りゃわかるじゃん、誰かが見たっておっさんじゃん。お父さん、もしよかったらご一緒に新麦とろ牛皿御膳食べませんか。すいません、新麦とろ牛皿御膳スタンバイ。かしこまりました。お父さん、勝手に注文したね。いらっしゃいませ食欲のなくなりがちな夏にぴったり、さっぱりでありながらスタミナたっぷり、夏の吉野家の定番ですよ。怒るよね。普通に大学行くふりしてこんなことしてるんだもんね。まあまあね、まあちょっと意外ではあったけれども。認めたくないものだな、自らの娘がアニメのコスプレイヤーだったということを。どうした2人。お互いショックなのは確かにわかるけど、何も犯罪を犯してるわけじゃないんです。どうです、お父さん、フラウボー可愛いでしょ。いや、それはまあ我が娘ですからね、可愛いか可愛くないかで言えばもちろん可愛いです。認めた、速攻認めた。認めたくないものだな、早めに言っといてよかったいやいや、おいちょっと黙れ、認めてない、別に認めてはいない。だって本来は大学に行くべき時間なんだからね。でも可愛いでしょ。いや可愛いよ、でもね。確かに、しかし僕はそんなに可愛いフラウが僕に思いを寄せてくれているのにもかかわらず、ララに恋してしまうんです。お父さん。私もなのだよ父上。ひどいアムロったら。私はこんなにもアムロのことが好きなのに。いや、もうだんだん我が娘の喋り方まで変わりつつある。というわけでお父さん、残念ながらあなたの娘は単なる足。
遊びの女です面白い面白いねこの青年はね、うん、あの坊主ちょっと笑いながらで笑いながらで全然構わないんだけどちょっとこちらにお顔ちょうだいちょっとこちらにお顔ちょうだいぶったね二度もぶった親父にもぶたれたことないのに二度もぶってないよ新麦とろ牛皿御膳お待たせしました、はい、がっつりヘルシーなんだからいつまでも健康にねお父さんスタミナ必要でしょう、うん、まあこんな状況だからねがっつりヘルシーでこのショックから立ち直ってねうん困ったもんだえもう完全に開き直った娘に父親としては何を言えばいいのかね私はねまあでもいただくかねおでもこれは確かにヘルシーでかつねスタミナたっぷりだねこれはねアメロ行きまーすあーちょっとごめんちょっとごめんなちょっとごめんあーごめんごめんいいのよあのちょっと肉置いてで箸もちょっとここに置こうかね箸ここに置いてでね どうしようかな何がしたい何がしたいじゃあ何がしたい どうしようかなこうブイブイってやるねブイブイって右手でブイブイイエーイってブイブイってやった上で顔ここにちょうだい顔ここここにちょうだいここにちょうだいここにちょうだいあちょっと入った今本当に入ったね今ね二度もぶった、うん、まあ合計確かに合計二度ぶったね親父にもぶたれたことないのになんでさ自分の顔号をいちいちさらけ出すのごめんアムロあのお父さんそういう目尻とか知らないからあさあ食べて外回りの途中でしょそんなにのんびり食べてる場合じゃないもんねまあそうだねじゃあいただこうかね、うん、見せてもらおうか夏アクセク働いても安月給のサラリーマンの食べ方とやらをなんて言い方すんだお前嫌な言い方すんなぶっ飛ばすわもう本当にこれ夏でもぐいぐい食べられるね、うん、あのちなみに直子あのその衣装はあのいくらぐらいするもんなのあ体にフィットするように特注したから15万くらいまあまあその値段を聞いてもねあのグイグイ食べられるようん須田山このね新麦とろ牛皿御膳素晴らしいねアムロも行きますあごめん本当にさ君さちょっと一回箸置こうか行きまーす行かないちょっとお箸置いてちょっとここ置いてここ置いてまず箸置いてほんでねどうしようかなもうどうしたいどうしたいもう本当に俺はお前をどうしたいあのこうバチグーってやってごらんバチグーってうんパチグーってうんそう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 ほんで顔ここにちょうだい顔ここにちょうだいで近づけよ近づけよ近づけるんですか、ねうん、でバッチグーバッチグーごとあ行くなアムロ行くなねこれ私の牛皿二度もぶったね三度ぶったよこいつ動くぞじゃ俺見てるえ俺のことえいや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 何を言ってんのだってずっと動いてるよえ動いてるよね俺だってずっとこう来てさほんで箸持って今こう食べてるじゃんすなわち動いてるじゃん速度が足りないのだよ速度がそんな生ぬるい速度では気づかれて当然見ていろはいはい通常の3倍のスピードだ見えない速すぎて見えなかったわもちろん見えますよ全然見えますしかもこいつ今肉一回取ってこう落として割と苦戦して全部見えてただろねえ見えてただろほんで今も今くっちゃんくっちゃやってんじゃんチャンスは最大限に生かすそれが私の主義だないい笑顔だちょっと君さちょっとヘルメット取ってみるんだぞヘルメット取ってみるんだぞうん取った
はい、じゃあ置いて、そこ置いて、はい、置いて。ほんでね、ほんでね、ごめんね、ちょっと顔をね、この辺りにくれる？顔をこの辺りにしてくれる？来たね、はい、顔を、ここなんで、ここ、ここ、ここ、で、ここ、うん、ここ、そこに来たら、せっかくなら、そうだね、赤い彗星、シャアだって言ってくれる？赤い当たらなければどうするか。当たってるよ、ジャストミートしたよ。ちょっと、やめてよ。お父さんがゆっくり食べてるんだから邪魔しないで。 ありがとうね、あのそんなね、こんな状態でもね、お父さん思いやってくれるんだね、ありがとうな。うん、ありがとうありがとう。じゃあまあ、あね、食べようかね。うん、よし食べよう。何か見ているとまた食べたくなってきたな。まあ、シャアったら食いしん坊ね。フラウボー、君はいい友人だったが、君の父上がいけないのだよ。新麦とろ牛皿御膳、おかわり。かしこまりました。かしこまらないで、まあいいけど。僕も負けるか。僕もおかわり、スタンバイ。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないということを教えてやろう。アムロ、食べられるの？普段小食のあなたがおかわりだなんて。シャアのやつ、体を動かして少しお腹を空かせる気だな。よし、まだだ。たかがメインカメラをやられただけだ。えー、連邦軍のモビルスーツは化け物か。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。シャアは日吉姉に来ると2人が分かるのよ。あなたには到底かなわないわ。戦いが終わったらぐっすり眠れる保証はあるんですか。戦いは非常さ。やめろ、生きて、生きて戻って。うるさい、うるさい、うるさい。お前ら本当うるさい、マジで。他にお客さんもいらっしゃるんだよ。うるさいでしょ、ね、お願いだから落ち着いて静かに食べさせて。吉野家は私の外回りのオアシスなんだよ。下人だ、下人ザビが現れたぞ。ウィーテレツテンテテレツテンテテレツテンテテ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 テ。もう、デキンザミのコスチュームをもう今すぐ秋葉原に行って買ってきなさい。たぶん、売ってないわ。赤い水星、バホーン。アムロ、行きます。バホーン。麦とろを食べてスタミナを補充したデキンザミは無敵なのであった。父さん、ガンダム楽しいでしょ。私がこの先コスプレしてくの許してくれるでしょ。うん、許す、可愛いから許す。ありがとう。よしよし。ゾワ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